して今季自身の初白星を完封で飾りました。今の心境から聞かせてください。いや、良かったです。はい、ちなみに完封勝利というのはどのあたりから意識していたんでしょうか。いや、意識は本当になくて、移動ゲームだったので、できるだけ長いイニング投げて、リリーフ陣がね、なんとか休めるようにと思って今日は頑張りました。マイク、おかしいな。9回に和田監督がマウンドに足を運びました。どんな言葉をかけられたんですか。いや、もう任せてもって言われたので、はい。心境を聞かせてください。いや、もうね、試合終了まで本当何があるか分からないんで、本当に、監督の熱意にも、なんとか応えないといけないと思って、もう一回スイッチを入れました。改めて今日のゲーム、どんな気持ちでこの伝統の一戦マウンドに上がったんでしょう。そうですね、まあでも甲子園本当開幕で本当に楽しみにしてくれるお客さんがいるので、本当に勝利できてよかったと思います。ジャイアンツ、いつもとは違って1回からバントがあったり、なんかいつもとは違う雰囲気だったと思うんですけど、その辺の大木さん、どんな風に感じてますか。いや、もう相手はもう関係ないので、とにかく全力でぶつかるだけなので、調子いい悪いは、はい、全く関係なく、今日はもう何としても勝ちたいと思ってマウンドがあります。その結果につなげた今日良かったボールですとか、まあ、コースですとかコントロールですとか何かありましたでしょうか。そうですね、特にそこまではないんですけど、昨日安藤さんが本当にね、いいピッチングをしてくれましたし、ちょっとね、心の底から、奮い立つことがありましたので、それからアシストしてくれた、今シーズン初めてコンビを組んだ小宮山捕手とのコンビネーション、振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、自主トレから、一緒にやってる部分もあるので、本当に、僕をよく引っ張ってくれたと思います。その小宮選手もスピースクイズで連続点を決めました。そのあたりも感じるところあったんじゃないかと思います。そうですね、はい、欲しいところで、取っていただいたので本当に、少し楽になりました。で見事白星、ファンの期待に応えましたが、やっぱりこのジャイアンツ戦って、もう野上さん、相当自信があるカードになってるんでしょうか。いや、自信はないですけども、本当にファンの方がね、球場全体の雰囲気を変えていただけるので、それに便乗して。今シーズン胸に秘めている目標ありましたら聞かせてください。いや、本当に最後のね、秋で終わられるように、頑張るだけなので、本当にね、まだ先は長いですけど、しっかり一戦一戦頑張っていきたいと思います。その通り。そうですね、風邪ひかないようにしてください。